日本ハムが25日、ドラフト1位で指名した福岡大王堀、柴田自身、レオ、投手、18、の、二刀流公え育成プラン、をぶち上げた。福岡市内の同校に栗山英樹チーフベースボールオフィサー、CBO、らが指名挨拶で訪問。最速149キロの右腕かつ、左打ちで高校通算19発の待機に対し、栗山 CBO は、 二刀流という言葉が悪いわけではなくて、新しいタイプの野球人になってほしい。僕らが見たことのないような形も含めてねと期待を込めた。現時点で育成プランは定まっていないが、栗山 CBO は元祖二刀流の大谷翔平に1年目のキャンプで遊撃を守らせたこともある。例えばと前置きした上で、ずっとショートで出て、抑えもやりながら、 大事な試合だけ先発しちゃう、などと瞳を輝かせながら夢プランを披露。柴田は自分がやりたいプレイスタイルをプロでやれたらと力強く宣言した。小島和幸。